スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では週末恒例来週の戦略についてお話していきたいと思います。ということで、私が主に取引しております5つの通貨ペアプラス2の冷やしチャート、1本のロウソク足に1日の値動きを表しましたチャート画像をご覧いただいております。まず米ドル円冷やしチャートですね。先週末の段階で104円もう一度、チャレンジしに行くんじゃないかと思ったんですけども、失速して、また下がってきました。ただですね、週末、米ドル買いに、いろいろな通貨ペアでね、動いたので、金曜日は、陽線が出ています。どうですかね、もう一度、上ですね、やっぱりここは一回試しに行っておきたいというところじゃないのかなと思うんですけどね、はい。続きまして、ユーロ円ですね。はい。こちらちょっとユーロドルの方がね、下がったので、そちらに釣られる形となっています。はい。しばらく小動きで、どうですかね。この形だと次、113円手前ぐらいね、タッチしに行くのか、それともそこを割ってしまうのかというのは気になるところで、大きく売られたのが A ポンドなんですよね。はい。こちらもね、小動きで、綺麗な上昇トレンドの後、ここちょっと反転サインがはっきり見えてないんですけど、下落していったと。そして先週末ドスンと落ちた。で、132円台半ばぐらいのサポレジですかね。ここを割るのかどうかというところで、ちょっとね、A ポンドは組む気が怪しくなってきたので、来週気になるところです。はい。で、ユーロドルですね。こうやって見るとね、かなりドル買いの方向に動いています。さあ、しばらく軸はね、上の方だったんですけども、もしかすると、ここを割ってしまうようだと厳しいかなと。どうですかね、ちょっと難しいですね。来週ね、FOMC があるので、そのあたりで、波乱要素もあるかなと。はい。で、A ポンドドルですよね。はい。いい売り出しショックがあって、その後ね、揉み合い続けていました。で、やっぱりここに来ると頭が重たくなって、そしてここちょっとね、こんなに、しっかりした陰線というのが出てなかったので、どうですかね、1.29 どうこう割るのか、ちょっとね、英国発の材料が、出たみたいなので、それが週明けもね、材料視されるのかどうかというとこですかね。はい。で、5ドル円ですね。こちらも小動きで、下げているんですけども、5ドル、米ドルで見ると、そこまで売られていないんですよね。なので、いつも入れないんですけども、やや強気とかで。そういうので言うと、やや強気かなと思います。はい。そういう意味で言うと、ニュージーランドドル円はやや弱気かなと。5ドル円と、ニュージーランドドル円だと、こちらの方が、ニュージーランドドル円の方が少し弱気スタンスです。はい。で、来週ですね、いよいよといった感じですね。9月利上げ説、12月利上げ説とか、いろいろあるんですけども、一応ね、21日の深夜、なので日付は変わって9月22日になっ、なってるんですけども、その時刻に、FOMC 政策金利発表が予定されています。で、据え置きなのか利上げなのかで、据え置き予想が多いみたいなので、もしもここで利上げがあれば、結構ドル買い方向に進むのかなと。ね。で、いつもお話してますけども、私のこちらの著書の3章の75ページで書きましたけども、政策金利発表時に、為替が動かなくて、据え置きだった場合、やっぱり据え置きだったのかで動かない。その後の無用心発言記者会見で、もう年内確実に利上げするような発言があるのかどうか、あるいは逆に遠のくような発言があるのかどうか、そのあたり、結構今回は注目なのかなと思います。はい。で、スノーキーの来週の戦略です。米ドル円はやや強気。ユーロ円、A ポンド円、そしてユーロドル、A ポンドドル、この4通貨ペアはやや弱気としたいと思います。ただ FOMC があるので、波乱含みの1週間かなと。はい。投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。最近ちょっとね、ブログ記事の方、前よりは、力を入れて書いていますので、よければご覧ください。はい。ということで、今回は、週末これ来週の戦略でしたけれども、これ以外にも、はい、FX、バイナリーオプション、システムトレードなど投資に関する幅広い情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。